どうも、ケビン氏の日京平です。どうも、山口コンボイです。チョキピース。ごめん、いいんだよ。そんなに体力いる？そんな過酷なんだ。やり直す。チョキピース下げるの。どうも、ケビン氏の日京平です。どうも、山口コンボイです。チョキピース。モンスターすぎるだろ。そんななんの？モンスター飲んで。あ、でも体力の消耗激しい。さあ、強いモンスターだったけど。今日は何をやるかと言いますと、はい、耐えて耐えて耐えまくれ、腹パンチョキピース。腹パンチョキピース。はい。腹パンチョキピース。だからそのチョキピース。あ、なんだっけ？あれ何？チョキピースだっけ？チョキピースだろ。あれ何百回聞いてるの？あなたがやってるあれ。チョキピース。あ、チョキピースっていうのね。何百回って聞いてるでしょ。それをね、うん、まあ3通りぐらいやってもらうと。3通り、はいはい、3通りやってもらいまして、はいはい、その中の一つ、はい、こう僕から腹パンをされてるチョキピースがあるんで。まあね、その、まあ、とあのもちろんね、その次の芸に支障が出ない程度ですけども、ね、まあ多少こう肺活量が なくなるというか、いやもう全然変わるよ、ね、打たれたらもんだと思うんで、それをね、うん、こう耐えてもらって、はいはいはい、視聴者のみんなに当ててもらうと、うん、なるほどね、どれが腹パンチョキピースか、そう、うん、それを当ててもらうクイズでございます。なるほどなるほど、うん、まあでも俺、うん、鍛えてるからね。ああ、まあね、うん、そうね、だから結構それはね、うん、本当に難しいクイズになると思う。何今の？この間のさ、何今の？怖っ。何今の？うん、そのスイッチの言い方。誰に教わったのよ。今までしてたさ、うん、あの冷水オアホットシャワーとか、うん、わさびマスクとか、うんうんうん、あ、なんだよそれ。おかしいだろそんなやつ。誰真似してんのそれ、やば。アンテナ腐っちゃったに、ね、今日は。お前がやってたんだよ。じゃあそれとは比べ物にならないぐらいいいクイズになると思うわ。本当にいいクイズになると思います。うん、ね、頑張っていきましょう。あ、テンション下がっちゃった。薬の効果切れすぎだろ。モンスターの効果、薬っていうのはモンスターの。ええ、なんでちょっとそれ早速挑戦していただいて。あ、オッケー。ええ、見事全部当たった方には、お、何、1年分のチョキピース。あ、ごめんね。そんなんだよ、そんなだよ、そんなか、うん、1年分のチョキピース。まあ、頑張っていきましょう。よっしゃ、行くぞ。あ、チョキピース。あ、チョキピース。はい、はい、ということで、うん、ここで、この布をね、ああ、こうしましたと。で、一回チョキピースっていうの、で、チョキピースね、うん、チョキピース。はい、これ見えませんね。大丈夫ね。お腹のあたり見えないね、はい、この下に僕が入って、うん、何発か一発こうやってやると、うん、いや違う違う違う。指人形劇じゃないから。これからやるの。俺出ずっぱおかしいな。指人形劇だったら邪魔だろこいつ。そっか、一人人間いるってないもんな、うん、そうで、それをまあ当ててもらうと。オッケーオッケー。ちょっとな、どんな感じの加減が分からんからさ。いや、加減分かんないとは怖いこと言わないでよ。ちょっと素振りだけしたして。うん。まあまあまあ、もっと、逆にこれをやったら濡れるか。いや、もう思いっきりやってもらった。なんで当てんだよ、今。うって言っちゃった。どんぐらい？どんぐらいがいい？速さ的に。こう。いや、もうそんぐらい全然いいよ。うん、なんでよ。なんでよ。そう、試し当てしないで。オッケーオッケー。試し打ちはいいけど、試し当てしないで。これ、でも、いけるか。はい、騙せそう。いや、俺全然いけるよ。マジで。俺腹筋はかなり自信あるよ。はい、いきましょう。チョキピース。じゃあまず3発のうち1発だけ腹パンがあると。オッケー。さあ、それではまず全然余裕。ファーストチョキピース。いきます。チョキピース。はい。はい。それでは、はい、セカンドチョキピース。いきます。おら、チョキピース。
はい、うん、OK、 よし、分かんないね、でも分かんないよこれは。それではサードチョキピース、うん、よしお願いします。チョキピース。さあさあね、どうでしょうかね、うーん、さあ今のうちにね、シンキングタイム、シンキングタイム、なんかね、めぼしいね、チョキピースがあったらちょっとマークしてもらって、最後のね、投票のね、時間、はい、うん、さあ、それ答えは、サードチョキピースでした。まずえ、なに3だけおかしかったって。いや、そうだね、あの、うん、口からもう全部出てっちゃった、なんかそう、マジで騙したいから、うん、OK、 やだよ、俺もう茶番みたいなの。いや、そうよ、俺だってな、耐えれるって言ったからさ、そうだよ、この企画やるって言ったんだよ。そうだね、俺いけるよとか言うから、うん、俺体マジ自信ある、いける、フィジカルは自信ある。ちょっとじゃあ、これ、こっから第一問、 OK、 頼むわ。よっしゃ、カットだよ、こんなもん、さっきのなんて。いやいやいや、もう全然、カットするわ、カットしちゃった、こっからだよ、いきます。ファーストチョキピースお願いします。チョキピース。ダメだって、ダメだって、殉職してんじゃん。腹筋ある、腹筋あるよね、腹筋なくなることはないだろ。あるよね、ある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 。ちょ、そのカーッみたいなさ、楽器みたいなやつやめろよ。カーッみたいなさ、あの、これだ、そうそうそう、ドヤーみたいなさ、ちょ、マジで、ちょっと待って、何、慣れてきたわ。ほんと、ウォームアップだよ、今までの。はい、今のバーで、なんか音程がウォームアップだよ、今のバーで、あれ多分ね、今腹筋がずれてるから、あ、それな、音程がずれてる、今6個がここごちゃごちゃになってんだ。そうそうそう、ちょっとためだ。あ、そうなんだ。いや、パズルみたいに。いける、いける、いける。ちょっと嫌だわ、寒い、確かに、こんなチャンネルもうなんか打たれるの分かっちゃうじゃん、分かっちゃうね、こんなの。じゃあもう俺どこで行くか分かんない、行かないかもしんないよ。あ、オッケー、オッケー、オッケー。行かないこともあるからね。だからなかったらないって言ってください。そうそう、はい、そのパターンもあるからね。そのパターンで行こう。チョキピース。なんでだよ、おかしいだろ。いやいやいや、練習練習。いやいや、セッティングできたから練習って当てようとしたじゃん。パラパンの練習も必要だから。パラパンの練習だと、チョキピースの練習いるだろ。チョキピース練習いるよ。チョキピースの練習してるよ。俺パラパンの練習してるから。チョキピース超怖いって。チョキピ怖いだな、そのじゃあもう全部来るじゃん。okay, okay. 連動しちゃってんじゃん。声に出すなよ。確かにね、表情には、うん、これでもニコニコしてるから、うん、あの出づらいと思う。そうだな、声だよな。そう、声に出ちゃったら、うん、ダメだな。そうだな、行こう、余裕マジで。第1問いきます。こっからだぞ。それではファーストチョキピースお願いします。チョキピース。ああ、セカンドチョキピースお願いします。チョキピース。おお、いいね。それではサードチョキピースお願いします。チョキピース。おお、おお、これは耐えたんじゃない？いや、いいんじゃないの、これは。マジでわかんないんじゃない？どうだ？これはマジで難しい問題になってると思う。やってる側としては難しいけど、どうだろう、映像で見たらわかるんかな？ねえ。うん。いや、完全に腹筋が温まってる状態で臨めたから。顔の赤みとか。うん。明らかに赤くなってたから。さあ、いけんじゃないか。正解は、3番目のチョキピースです。3番目のチョキピース。当てれたかな？あれは確かにな。うん、でも今のはすごかった。意外と割れたんじゃない？なあ。チョキピース。じゃあ、うん。まあ今のは耐えてこう騙してたから、うん。次はもう全部こうコンボイ内に食らった演技みたいな。うわ。して、なるほど。やって、あ、いいの？その中に、いいよいいよ。それありね。そっちのはでも楽でしょ。あ、めっちゃいいや。我慢しなくていいからさ。さっきのもね、うん。間違えた人いると思うけど、今マジで。そうだね。それはマジでいけるわ。全部。食らったもんだと。うん、オッケー。それではファーストチョキピースお願いします。チョキピース。
どっちだ。はい、いいね。どっちかわかんない、これ。それではセカンドチョキピース、お願いします。チョキピース。おすごい。それでは最後のよしサードチョキピース、お願いします。チョキピース。サンシャン、サンシャンか。今までなんかとかやってたのに、うわ。生のパンチはちげえや。1個2個目が一緒すぎたんだって。あ、そっか。とかで正の方で言っちゃったからさ。あ、確かにね。そうだよ。どうした？赤。赤。拳の形の。ちょっと。いや。全然ダメじゃんか。いや。もう一回、何どういう意味で、もう一回騙したい、うん、俺。いやいや、もう無理だから、ごめんなさい。え、チャンスないんで、すいません。え、お疲れです。え、上がりですか。上がりです。山口くん、もういいです。え、上がっちゃってください。え、もう今日18時まで。いや、大丈夫です。今日人足りてるんで。え、お願いします。今日ケビンス人足りてるんで。あ、人足りてる。大丈夫です。もうすぐ終わり。いや、マジか。いや、悔しいな。いや、ちょっと悔しいな、うん、だって最初の1個目2個目は正直ね、あ、うまいなと思ったもん。ああ、うん、みたいなやつ。3つ目でうわー。絶対こいつだって。絶対こいつじゃん。全然違う。そんなやつは。体まで使ってさ。本当にうん、ブルルって息がブルルって。ブルルってもう。いやちょっとね、またリベンジする機会があれば。ちょっといろいろ演技系の仕事が欲しいから。いや、そうね。だしもうまだ体鍛え甘いわ俺。甘い甘い甘い、うん、だからちょっとね、ちょっとよそっとじゃ倒れない男なんないと。もういい加減コンボイが視聴者を騙せる時が来たら、うん、本当にだから成長した時だよね。ああ、コンボイがね、全然ネタとかも変わってくるから、ね、変わってくるからね、うん、そう、表現力とか。今もうだから笑ってくれてる状態だから。あんなに目バッテンになって。そうなんで、ちょっとこれから頑張っていきましょう。オッケー、はい、いつか絶対リベンジするぞ。うん、チョキピース。チョキピース。イメージはできた。イメトレはできたわ。ありがとうございました。チョキピース。